アイリス・アップフェルは、アメリカ合衆国のインテリアデザイナー、実業家、ファッションアイコン。化粧品ブランドの MAC コスメチックスとのコラボレーションコレクションをはじめ、ニューヨークの百貨店、バーグドルフ・グッドマンでのウィンドウディスプレイの展示、世界各地でのワードローブの展覧会が行われている。アメリカ・ニューヨーク市クイーンズ区のアストリア地区生まれ、両親は共にユダヤ人で、 ガラスと鏡を扱う商売をしていた。4歳の頃よりファッションにこだわりがあり、きちんとした服やファッションについてのルールが嫌いだった。かつてアメリカに存在した白いボトムを着ても良い期間についてもインタビューで馬鹿げてると語っている。ニューヨーク大学でアート誌を学んだ後、ウィスコンシン大学のアートスクールに入学し、ウィメンズウェアデイリー氏に就職。 1948年に結婚後、1950年代に、夫のカールと家具の修復をする会社、オールドワールド・ウィーバーズを設立し、この会社が後に、アンティークのテキスタイルを再現、製造する事業で成功する。2005年、ニューヨークのメトロポリタン美術館のコスチュームインスティチュートで、服とジュエリーの展覧会、ハーラービス、セレクションフロムザアイリスアップフルコレクションを開催。 2014年、自身のドキュメンタリー映画、アイリスが公開。2015年8月1日、夫カールが死去。2016年3月5日、2014年に公開された映画、アイリスが、放題、アイリスアップフェル。94歳のニューヨーカーとして、日本で公開。2018年3月6日、アイリスアップフェル、アクシデンタルアイコン発売。 ありがとうございます。